皆さんこんにちは。ツッキーこと椿です。今回プレイするのはこちら。皆さん、こんなゲームを知ってるだろうか？ゼビウスとか、みんな知ってるだろ。おっと、ただのゼビウスと思ってもらっちゃ困るな。スーパーゼビウス。簡単に言えばスーパーなゼビウスだ。どんなスーパーなのか教えてほしいんだが。いわゆる上級者向けってやつだな。単に難易度マックス的なものとは違うのか？プログラム的な話はわからないが、そんな解釈でいいと思う。先は長いので早送りしながら話すが、こんな話を聞いたことはあるだろうか？なんだ、都市伝説か？まあ、近い話ではあるな。実はキャラデータの中に、ギャラクシアンが入っていて、バグか何かでギャラクシアンが現れる。確かに都市伝説だな。ソルやスペシャルフラッグといったまでもあったことから、そんな噂が囁かれるようになったとも言われてるが、ちょっと待ってくれ。それとスーパーゼビウスが何か関係あるのか？それが雑談だと思ってるのか？ということは、まさか。そう、そのまさかだ。出るのか？今回は、それをお見せしようという企画だぜ。なのでプレイは超適当だ。それは想定内だな。むしろ平常運転。とにかく見てほしい。よろしく頼むぜ。まずは右上に注目。
戦車、なのか？ギャラクシアンのキャラではないが戦車だな。当然、地上物だな。ちゃんとソルも8本あるぞ。おお、すごい。え、それは普通だろ。なんとなく見せたかっただけだ。それより飛行場から飛行機が飛んでいったの気づいたか？は、ソルに気を取られて見過ごしたな。見たい人は巻き戻して見直してね。右上に注目。今度はヘリだな。しかしギャラクシアンのキャラではないな。これも地上物なんだな。飛んでほしいとも思うが、全く動かない。右上に注目。何やら飛行機が、しかも自身より大きいぞ。なんか世界観が壊れるな。上部飛行物に注目。これは、ギャラクシアンのお出ましだ。意外に違和感ないな。多分配色がグレーだからだろう。一
応世界観に合わせてるってことか。やっと出てきたギャラクシアンだが、出番はこれだけなんだ。エリア16まで来ないと見れないサプライズだな。そう、これが、スーパーゼビウス。最後までご視聴ありがとうございました。